今日は失われた時を求めてお紹介します。書いたのはプルースキョというフランス人です。まず主人公はマドレーヌを食べます。すると不安と昔の記憶は蘇りまして、そこに幼い頃の自分がいるわけですね。その自分はいろんな困難に出会いながらも貴族とうまいこと仲良くやって、やがて年を取ります。年を取ったところでまたマドレーヌを食べます。 で、またお約束なんですけれども、ふわーんと昔を思い出しまして、いろいろあったなと思ったんで、それを記録することにします、えー。それがこのお話でした、みたいな感じで終わります。